内閣総理大臣、鳩山由紀夫君。棚橋委員の再質問にお答えいたします。大体すべてお答えをしたはずだと理解をしておりますが、改めてお答えをいたします。まず今国会の採決、強行採決に関するお尋ねありましたが、前回最初のご質問の中で横道議長は小沢幹事長のロボットであるなどという発言は大変失礼ではないか、むしろそのように申し上げたい。そしてその採決につきましては国会で十分ご議論をいただいて決定していただければいい話でございます。子ども手当の財源については先ほど申し上げましたとおりでありまして、マニフェスト通りに基本的には行いたい。そのためには当然財源は今まで以上に必要だということで、より一層の歳出削減に努力をするということは言うまでもない話でございます。また子ども手当の不正受給などの防止についてのお尋ねの中で、いわゆる少なくとも年2回以上は子どもと面会が行われていることを確認をするということをしたわけで、申し上げたわけでありますが、これはパスポートとかあるいは航空チケットなどで自治体が確認をすることが十分にできると私どもはそのように考えております。なおこの不正受給に関してはこれだけではありませんで、例えばおおむね4ヶ月に一度の継続的な送金が行われているかというようなこととか、あるいは来日前の同居をされていたかどうかとか、あるいは自室を備えないと疑われる事案への厳正な対応、こういったことも併せてしっかりと見てまいりたいと考えております。それから改正法案による派遣労働者の雇用及び待遇への影響についてでございますが、これも先ほど申し上げたわけでありますが、派遣法の改正によって直ちに労働力需要がなくなるわけではありません。したがって労働者の雇用への影響というものは基本的には生じないものだと認識しているわけでありますが、改正法案では政府が職業紹介などの充実など必要な措置を講ずるように努めたいと考えております。それから登録型の派遣の禁止による効果でありますが、これは先ほども申し上げましたように、まだ景気雇用情勢というものによって当然変動があるというわけでございますので、何人の方が正社員であるとか、あるいは常時雇用がどのぐらいになるかというようなことは不明であるということでございますが、しかしながら派遣先に存在する労働力需要がこのことによってなくなるわけではないわけでありますから、安定的な雇用に移行されることが期待されるわけでありまして、このために派遣労働者を直接雇用する事業主に対して、助成事業、助成制度などの活用によって、派遣労働者の安定雇用に向けた環境整備に努めてまいりたいと考えております。それから、登録型派遣の原則禁止の施行時期についてのお尋ねでございます。このことに関しても前回申し上げたとおりでございまして、まず登録型派遣の原則禁止の施行日は3年以内の政令で定める日に設定をするということでございますが、その間に常時雇用型の派遣事業あるいは短期雇用の職業紹介事業の普及を図ると、こういうために3年間の期間を取るということにいたしているわけでございますが、さらに2年間もし法案成立後に実態調査を行った上で労政審で審議をしていただいて、登録型派遣のうち比較的問題が少ないと思われているような労働者のニーズもある業務について2年後まで猶予できると、すなわち最高5年まで禁止の猶予ということを考えているわけでございます。また経済と労働需給の運営については、先ほどもお尋ねに対して
私どもの考えを述べたところでございますが、その中で特に科学技術や人材の強化を一つの柱としております。別に私どもは科学技術というものをおろそかにしたいなというものは決して申し上げているわけではありません。やはり資源の少ない日本において科学および技術というものを積極的に活用する、知恵というものを活用することは大変日本にとって重要であろうかと思っておりまして、私どもは新成長戦略の柱の一つとして考えているということを再度申し上げておきたいと思います。以上であります。